おはようございます。釣り子 TV です。いよいよ明日からですね、バサーオールスタークラシック2017が始まるっていうことで、自分もですね2日間ですねちょっと行くことになっておりまして、リーパーさんのブースとかちょっとあの使い方の説明とかですね、説明要員で手伝ってくれないかなんていうことなんで、お手伝いに行ってこようかなと思うんですけども、各ブース、さながらミニフィッシングショーといった感じでですね、ものすごい数のブースが出るんですよね。ちょっとですねこうスマホとかでですね出店ブースなんて、バサーオールスタークラシックなんて調べるとですね、各ブースの場所とかが載っているんですけども、シマノ、ダイワーもちろんですね、ピュアフィッシングジャパン、ディスタイルさんです、ジャッカル、京セラさんなんてのもあるんですね、OSPA、ノリーゼ、バーグリン、ガマカス、ゲイリー、インターナチュラル、ガンクラフト、メガバス、サンライン、デプス、エンジン、ティムコ、テイルウォーク、レイドジャパン、スミス、ハヤブサ、ボトムアップ、もう、ほとんど、フィッシングショーなんかにももう最近は出店、関東の方には出店してないメーカーさんなんかも、ブースを確実に出してくるっていうところで、秋のかなりの一大イベントじゃないかなと。もちろんあの選手の皆さん応援しに行く、スタートを応援する、帰着で、でかいバスを生の目で見るって、ここら辺が肝になってくるとは思うんですけども、ただまあ空いてる時間これだけのブースがあったらかなり見て回れますよね。それで会場限定の、ルアーの販売ですとか、あと自分の好きな各メーカーのホームページなんか見たら、すごいお得なくじ引きがありますよとか、いろいろ告知がなされているわけで、そういうのを、ネット巡回するだけでもワクワクしてくるんですけどね。というわけで明日明後日ですね、2日間にわたってバサーオールスタークラシック利根川の会場からスタートでですねスタートしますんで、それを、見に行ってこようかなって、見に行ってくるっていうか、自分はちょっとディーパーさんのブースで、あの小型のこの前釣りビジョンになんかちらっと自分出てましたけどね、ああいう感じでちょっとこういう感じで使うんですよなんていう説明のお手伝いで来てくれっていうことなんで、サオートですね、まあこんなタックルで、まああとスマートフォンでいつも見ているんで、こういう感じでやってますよなんていうご説明させていただければと思いますんでね。まあそれとあと釣り子 TV で最近動画どんな感じで撮ってるんですかとかですね、いろいろとご質問なんかもコメント欄でいただきますので、直接お話ししに来ていただければですね、こんにちはという感じで、釣り子 TV ディーパーブースに大概いると思いますんでね。あとはですね、まあいろいろ釣りの動画作ってるっていうのももちろんあのディーパーさんも知ってますんでね、なんか面白いなったらどんどん撮影してきていいですよなんていう風に言っていただいているので、まあそんな感じで会場をうろうろしたりですねしようかなと考えております。でこの前の、まあ、ミニフィッシングショーといったら、青木大輔プロの亀山ダムの大会なんかでもですね、ピュアフィッシングジャパン、ディスタイル、あとゲイリー山本、こう各ブース3つ出てたんですけども、ボート屋さんの大会なんですけどね、そこでゲイリー山本のブースに行ったところですね、こういう会場限定で非常にお得なものがいっぱいあるんですよね。例えばこれゲイリー山本詰め合わせパック1000円とかこんな感じで売ってたりするんですけども、早速ちょっとこれ中開けていきますね。これ1000円でなんかいろいろ、まあ旧パッケージのものとかいろいろあるんでしょうけどね、ラバージグ、ね、2個、はい、スピナーベイト、ゲイリースピナーベイトですね、あラバージグまたあった、永遠の定番、あこれはシングルテールじゃなくて、ツインテールグラブが入ってますね、なんかお得な5本入りみたいな、ラバージグが大量にありますね。これだけで、なんだろう、何ヶ月分かのラバージグはゲットできちゃう。あーいいですね、先行お試しパック、パールホワイトと、これは黒かな、いやちょっとスモークですかね、まあ白黒みたいな感じで、こんな組み合わせ、めちゃくちゃ釣れますから、ね、これはありがたいですね。あとは針、もうこのまま釣りいけちゃいそうですね。針が入っていて、おシングルテールグラブの白、こういうラバージグの
トレーラーにはもちろんですけども、この色味だったら海のカサゴなんかも狙えちゃいそうな色味ですね。こんな感じのカラーのが入ってましたよ。それとそれと、あ、これ結構前にあって使ってたな、タングステンシンカーでこの自動こうなんていうか、針スイベルがついていて糸よれしなくてピッとコブを作れば、つけれる自動ハリス止めですねが装備されているんで、ピッとすぐにリグることができるっていうことで、タングステンすごいシンカー 10g 入ってますね。おうおう、バレットシンカー、16分の3オンスっていうことで、これはちょっと昔ながらのブラスシンカーですかね。音の違いとか、あと沈む速さの違いとかで、まあ鉛ブラス、今だとタングステンが主流ですけどね、結構以前はこのブラス全盛なんていう時もありましたね。これとビーズをつけてカチカチ鳴らしながら、魚を誘い出すなんていう時に、ブラスシンカーよく使いますね。タングステンだとタングステンが結構硬すぎて、ガラスビーズが割れたりするんですよね。でその割れたところからこうガラスビーズが傷が入ってラインブレイクなっていうこともあるんで、今でもガラスビーズを使いたい時はこのブラスシンカーとか鉛シンカー使うことあるんですけど、そんなのが結構玉数多いです。いっぱい入っております。それとそれとそれと、あーいいですね。これはちょっと大きめ 6.5 インチかな、これピンクのカットテール、結構ボリュームがあるんで引いちゃいがちなんですけども、霞ヶ浦水系でなんだかんだアピールして投げればよく釣れてくれるなっていうのがこのサイズなんで、これも絶対使い出のある、これより大きくなってくると結構特殊な状況じゃないと食わせづらいなっていうのはあるんですけど、この 6.5 は亀山ダムとか、あとは霞水系おかっぱりなんかでもかなり、普通に釣れるサイズですから、これはありがたい。あとはこれはなぜか切れているんですけど、これはスリム線やつかな、こんな感じの猫リグ用に特化して、ここがちょっと頭のところが太めに作られていて、プロ線香でしたかね。でお尻の方にこうすぼまっていって、これも猫リグの仕様に特化したワームですけども、これあんまりね買ったけど使ったことないんですけど、こうやってお得パックに入っていたら試しに、4本入ってますけどね、使ってみようかななんていう風に思います。いや最後あれチャート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 黒っていう、こういうなんとも面白い組み合わせですね。こういったカットテールですよね。こりゃまあ本当永遠の定番ですね。黒じゃなくてこれスモークですかね。こんな感じのが入っていて、というかですね、見てくださいよこれ、どんだけ入ってるんだ。今年ゲイリー山本30周年ということで、各、イベントとかにブースが出展されたりしていてですね、こんな非常にお得なお得なセットが買える。でバサオールスタークラシックでもブース出てますからね、ぜひ覗きに行こうかなと思うんですけど、これはなんだろう、お一人様1個じゃなければ3000円分ぐらい買ったらもうほとんどルアー1年分ぐらい入ってるんじゃないですかね。まあ、こんなのがあったりとか、一つのブースを撮ってみてもこういったことになってますからね、非常に、各ブースを巡るのが楽しみだなという感じ。あとは、毎年恒例のスーパーお得なビンゴ大会ですとか、いろいろ企画盛りだくさんみたいですからね。であとは普段会うことができないですね、スーパー有名人、釣りの、有名人たちを間近で、会えるチャンスということで、自分なんかはですね、今年はそうですね、小森プロ、この小森プロを応援しに行こうかなというふうに考えておりますが、もちろん優勝もされてるんですけども、ステイゴールド
2位が、最近多かったですからね。今年こそは霞水系、強いプロですからね、なんとか、小森プロのライトリグプラスアルファのスタイルでですね、優勝かっさらってもらいたいな。その他にもですね、アメリカで、参戦されてるプロの方とか、あとは田辺のリオプロとかですね、ナミックプロとかも、そうそうたる方の、釣りとか、あと何匹釣れてるよなんて実況とかも非常に楽しみですからね、ぜひですね、現場の雰囲気なんかも簡潔にまとめてですね、バサオールスタークラシックこんな感じでしたよなんていう感じの、動画も作れればななんていうふうに思っておりますので、ぜひご期待ください。というわけでですね、本日の釣り子 TV は、明日から始まるバサオールスタークラシック釣り子 TV も遊びに行くよというところと、まあ、これはそうですね、ゲイリー山本、ブースであった30周年のお得パック、これを買ってみたら大変なことになっていて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。